近藤鶴代11月16日から1970年8月9日は日本の政治家、衆議院議員、参議院議員、岡山県新見市に生まれる。1924年に本女子大学校科生科を卒業後、採用高等女学校、岡山県第一岡山高等女学校等で教養を務める。家事、作法を教えていた。 戦後の1946年、日本進歩党衆議院議員の長兄、小谷節夫が公職追放となり、兄の身代わりとして無所属で衆議院議員選挙に岡山全県区から立候補し当選、日本初の女性代議士の一人となった。当選後は、日本自由党民主自由党、自由党に所属し、1948年には、第二次、吉田内閣において、 外務政務次官に抜擢された。初当選以来、4期連続当選を果たすも、1953年、1955年の総選挙で相次いで落選。1956年の第4回参議院議員通常選挙に、岡山地方区から当選し、中央政界に復帰する。自由民主党では、王の万博の派閥に所属する。1962年、 第6回参議院議員通常選挙にて再選後、第2次池田内閣にて、科学技術庁長官権限子力委員長として入閣。中山正に次いで二人目の女性閣僚となった。この人事は、内閣改造により大倉大臣が大野派の水田、三清から田中角栄に交代したため、面目を潰された大野をなだめるための起用だったと言われている。大野は当時自民党副総裁で、 関係を良好に保つ必要があった。派閥や参院自民党の推薦枠にも入っていなかったため、官邸からの連絡を受けたとき、近藤は議員宿舎で就寝中だった。1968年、政界を引退。1970年、68歳没。公務においても常に和装で通してきた。また熱心な会見論者でもあった。ありがとうございます。